衝撃。ダパンプケンゾが語る、ダンスに順位はない炎上騒動の真相。平野翔さんとケンゾが炎上しているって、何言われてるか、今海外でわからないので、皆さん教えてください。ダンスという表現方法には、技術だけでなく、その人独自のスタイルや感情が反映される。そのため、そこに順位をつけるという行為には、多くの矛盾や疑問が生まれることがある。最近、 ラパンプのケンゾと俳優の平野翔が出演した番組をめぐる炎上が、この問題を浮き彫りにした。この番組では、芸能界で最もすごいナンバーワンダンサーは誰だ、というテーマのランキングが発表された。プロのダンサーや振付師が投票し、20代や30代の部門別でそれぞれのトップダンサーを選出する内容だった。ケンゾと平野は、それぞれ3位にランクインしたにもかかわらず、 その紹介 VTR やコメント映像が一切放送されなかったため、多くのファンが失望し、SNS 上で怒りの声が上がった。特に注目されたのは、ダンスに順位はない、というケンゾのコメントだ。ケンゾは SNS で、自分が海外にいる間にこの問題が起きたことを知り、驚きを隠せなかった様子だ。彼は、平野翔さんとケンゾが炎上しているって、何言われてるか、今海外でわからないので、 皆さん教えてくださいとファンに呼びかけ、多くのコメントが寄せられた。その内容は、ケンゾとヘイヤが3位にランクインしているにもかかわらず、彼らのパフォーマンスが放送されなかったことに対する怒りや不満が大半を占めていた。あるファンは、ケンゾさんの扱いが納得できないという感想を寄せ、また別のファンは、プロダンサーの第一人者であるケンゾさんが紹介されないのは寂しいと訴えた。このような声が集まる中、 ケンゾは冷静に対応し、自身の考えを SNS に投稿した。その中で彼は、素晴らしいダンサーがたくさん出演している。ダンスに順位なんてない。それぞれの良さがあるから、見る人によって価値観が変わると、ダンスに対する彼の深い思いを表現した。このコメントから、ケンゾがランキングに対して持つ複雑な感情が伝わってくる。そもそも、 ダンスに順位をつけるという考え方自体が難しい問題を抱えている。ダンスはただ技術的に優れていればよいというわけではない。個々のダンサーのスタイルや表現力、感情が重要な要素となり、それらを順位で評価することは主観的であると言える。視聴者の中には、順位そのものにこだわらず、もっとダンスそのものを楽しむべきだという声も少なくない。さらに、 番組が公平なランキングを目指しているかどうかに疑念を抱く人もいる。特に今回の件では、賢蔵と平野のパフォーマンスが紹介されなかったことで、ランキング自体の信頼性にも疑問が投げかけられた。一部のファンや視聴者は、今回のランキングがダンサーや振付師の主観に基づいていることに違和感を覚えた。そもそもダンスという芸術形式は、技術だけで評価できるものではなく、感情や表現が大きな要素を占めている。 それゆえ、どんなに優れた技術を持っていても、それが全ての人に同じように響くわけではない。ダンスの価値は見る人によって異なり、それがダンスの魅力でもある。ケンゾは、見る人によって価値観が変わるからこそ、ダンスは面白いと述べており、この点において彼の考えは非常に共感を呼ぶものだった。また、今回のランキング番組における構成自体にも多くの疑問が寄せられた。番組では、 剣ぞや平野以外のダンサーにはしっかりとした紹介映像が流れ、選んだダンサーたちのコメントも付け加えられていた。しかし、3位にランクインした彼らに対しては、そのような扱いがなかったため、視聴者の間では不公平さが感じられた。さらに、ランキングに登場した他のダンサーに関しても、その選出理由や背景が不明瞭であり、視聴者の信頼を損なう結果となった。特に SNS 上では、 なぜこのダンサーが選ばれたのか、どうしてこの順位なのかといった疑問が多く寄せられ、番組自体への批判が高まった。このような背景を踏まえると、ダンスに順位をつけることの難しさが浮き彫りになる。もちろん、技術的な面で優れているダンサーが評価されるべきだという意見もある。しかし、それ以上に重要なのは、そのダンサーがどのように感情を伝え、観客にどのような影響を与えるかという点だ。 ケンゾがダンスに順位なんてないと主張する理由もまさにそこにある。ダンスは一人一人の表現が異なるものであり、それぞれの良さを認め合うことが重要である。順位をつけることがダンスの本質を損なう可能性があるという彼の指摘は非常に適応いたものだと言える。今回の炎上を通じてランキングや評価のあり方について考えさせられる。視聴者の中には 番組がもっと公平で透明性のある形でダンサーを評価すべきだったと感じる人が多かった。また、賢三や平野のようなトップダンサーが不当に扱われたと感じるファンも少なくなかった。そのため、番組自体の意図や構成に対する批判が高まったのは自然な流れだったといえる。ランキングや評価の仕方はいつの時代も議論の的になるものである。特に、ダンスのような主観が大きく影響する分野では、 何を基準に順位をつけるのかが難しい問題となる。今回の番組で起きた炎上も、そのような根本的な問題に直面した結果だろう。視聴者やファンは、単なる技術だけでなく、ダンサー一人一人の表現や感情を大切にしている。そのため、今回のようにランキングに重点を置きすぎると、ダンスそのものの本質を見失ってしまう可能性がある。一方で、視聴者の中には、 順位やランキンキグを楽ししみにしていいるる人もいる彼らにとって誰が一番かという競争はエンターテインメントの一部であり番組が盛り上がる要素でもある。しかし今回のように不公平感が感じられるランキングではその楽しみも半減してしまう。賢蔵や平野のファンが感じた失望感はまさにその結果だろう。今回の件を通じて賢蔵が伝えたかったメッセージは非常にシンプルだ。 ダンスに順位なんてない。それぞれの良さがある。この言葉は、ダンスに限らず、あらゆる表現活動に通じる真理だろう。人々がそれぞれの良さを認め合い、互いを尊重することが、表現の世界を豊かにする。順位や評価にこだわることなく、ダンスそのものを楽しむことが、何よりも大切なのだ。賢造のメッセージは、単にランキングの不備に対する反応としてではなく、 ダンスに対する彼の哲学を改めて示すものであった。この炎上騒動を通じて浮き彫りになったのは、ダンスが単なる競技ではなく、感情やストーリーを伝えるための強力なツールであり、そこに順位をつけることがいかに難しいかという点である。これを考えると、芸術表現において、誰が一番かという問いがそもそも正しいのかどうかが疑問視されるべきだろう。ダンスの本質は、技術だけではなく、表現力、 観客とのつながりそして創造性にある技術的に完璧なダンサーが必ずしも最も感動的なパフォーマンスを提供するとは限らない。例えば、振り付けの微妙な解釈や、ある特定の瞬間に観客と感情的なつながりを持つことができるダンサーの方が、技術的なミスがあってもより深い印象を残すことがある。ケンゾが強調するように、ダンスに順位はないという言葉は、 こうした多様な評価基準を反映したものであり、その視点は多くの人々に共感を呼んだ。また、この出来事は、メディアがどのようにして視聴者に芸術やパフォーマンスを提示するかという問題も浮かび上がらせた。テレビ番組やショーの制作側は、視聴率や話題性を重視しがちだが、その過程で公平な評価や本来の意図が歪められることもある。今回のランキングがその一例だ。制作側は、 ダンスを競争の一部として取り上げ、誰がナンバーワンかという話題性に重点を置いた。しかし、視聴者の多くは、ランキングではなく、ダンサー一人一人の物語やその背後にある努力、感情を見たかったのだ。これに対する制作側の対応が不十分だったため、ファンの怒りが爆発したともいえる。加えて、SNS の力が再び強調された。この問題が広く知られるようになったのも、 ケンゾや平野省のファたたちが SNS をを通じて声を上げたからだ。テレビ番組に対するリアルタイムのフィードバックが可能になった現代において視聴者の声は無視できない力を持つようになった。かつては一方通行だったメディアの影響力が今では視聴者の意見によって大きく左右されるようになってきた。この変化はメディアの構造を変えつつある。結局番組がどのような意図でランキングを設定したのかは不明だが、 視聴者やファンにとって重要なのは、そのダンスがどれだけ感動を与えたか、心に残るものであったかだ。ケンゾが言うように、ダンスは見る人によって価値観が異なる。だからこそ、ダンスは面白く、多様な魅力を持っているのだ。今回の炎上をきっかけに、多くの人々がダンスの本質について再考する機会を得た。ケンゾのメッセージは、単なるランキングの問題を超えて、 ダンスという表現活動に対する深い理解と愛情を感じさせるものだったこれからも彼のようなダンサーたちがダンスの本質を伝え続けてくれることを願ってやまない